素粒子物理学の帰結、接動と繰り込み。こんにちは、皆さん。今回の動画は、素粒子物理学入門最終回、接動法と繰り込みについてです。素粒子物理学は、物質の最も基本的な構成要素である、素粒子とその運動法則を研究対象とする、物理学の一分野です。1950年代以降、次々と建設された粒子加速器のおかげで、陽子や中性子と非常に性質の似た素粒子が多く発見され、素粒子物理学は急速に進歩しました。この学問領域は、私たちの物質に対する理解を深め、宇宙の起源や構造に関する新たな視点を提供しています。このチャンネルでは、量子論、宇宙論の興味深いトピックを詳しく解説しています。今回の動画を見ると、接動法、ファインマンズ、繰り込みという考え方について理解できます。ぜひ最後までご視聴ください。よろしければチャンネル登録をお願いします。また、興味のあるトピックや質問はコメント欄に記入していただけるととても参考になります。それでは早速始めます。素粒子物理学と接動法。素粒子物理学は、物質の最も基本的な構成要素である、素粒子とその相互作用を研究する分野です。この学問の核となるのは、場の量子論で、ニュートン力学やマクスウェル電磁気学といった古典論とは根本的に異なります。古典論では、方程式を解くことで、物理現象を完全に予測できますが、場の量子論は、そう簡単ではありません。量子論は微小な粒子の振る舞いとエネルギーの状態を記述する物理学の分野です。この理論は粒子が波のような性質を持ち、その状態を波動関数で表現するという概念に基づいています。波動関数は粒子の位置や運動量などの物理量の確率的な分布を提供し、これにより粒子の振る舞いを確率論的に予測できます。量子論では、シュレディンガー方程式などの方程式を用いて、波動関数を求めます。しかし、これらの方程式は、一般に解くのが非常に困難です。多くの場合、厳密な解を得ることはできず、近似的な方法や、数値計算を用いて、解を求める必要があります。また、量子論における、重要な概念の一つに、重ね合わせがあります。これは粒子が同時に複数の状態にあるという考え方で、粒子の波動関数が複数の異なる状態の波動関数の合成で表されることを意味します。粒子を観測すると波動関数が収縮し、粒子は特定の状態に崩壊します。これが量子論が確率的な結果を提供する理由の一つです。さらに、波動関数の絶対値の2乗は、その位置で粒子を見つける確率密度を与えます。これは、ボルンの確率解釈として知られ、量子論の予測を実験的な観測と結びつける基本的な要素です。量子論は、古典物理学とは、根本的に異なるアプローチをとり、粒子の振る舞いを確率的に記述します。波動関数と、その重ね合わせは、量子状態の全体像を捉えるために不可欠であり、複雑な数学的処理を伴います。しかし、振動関数の周期が変わるため、コンピュータシミュレーションによる積分は特に困難です。この計算の複雑さに対処するため、素粒子物理学では、接動法と呼ばれる近似法が用いられます。接動法は厳密な解が求められない場合に小さな変化を加えて、近似的な解を求める方法です。この方法では、物理現象を基本的な仮定と小さな変化、接動の2つに分解し、まず基本的な仮定を計算した後、接動を加えて全体の物理現象を予測します。これにより、電磁相互作用、弱い相互作用、強い相互作用など、場の量子論の様々な分野で大きな効果を発揮しています。接動法の応用によって、複雑な場の量子論の問題を比較的簡単に解くことが可能になり、理論の発展に大きく寄与しています。場の量子論と接動法は、素粒子物理学において欠かせないツールです。古典物理学とは異なり、方程式を解くことで、完全に現象を記述できるわけではない、量子論の複雑性を理解し、それに対処するための重要な手法なのです。粒子と場の相互作用。
素粒子は常に独立した粒子として存在しているわけではありません。実際、素粒子の粒子性は場の波が整然と伝播する特定の状況下でのみ明確になります。この時、内部空間に形成される定在波によりエネルギー量子が粒子が運動しているかのように伝達されます。しかし、相互作用が介在すると波の形が乱れ、粒子としての振る舞いは不明瞭になります。特に中間子のような複合粒子は原子核の外では粒子のように振る舞いますが、核内ではその性質を失います。このような状態を記述するのは非常に困難で、多数の波が重なり合った複雑な波動の状態を理解する必要があります。このため、より単純な波動として扱い、徐々に相互作用を考慮に入れる近似的な計算方法が必要となります。このアプローチが接動法です。接動法は、まず相互作用を無視して、仮想的な粒子の動きを想定し、次に段階的に相互作用の影響を加えて、実際の状態に近づける方法です。この手法により、電磁相互作用、弱い相互作用、強い相互作用など、場の量子論の様々な分野で、素粒子の相互作用を計算することが可能になります。しかし、相互作用が特に強い場合には、接動法の近似は限界に達し、正確な結果を得ることが困難になります。つまり、素粒子は場の波動としての性質を持ち、その粒子性は特定の条件下でのみ顕著になります。相互作用の介在によって、粒子としての性質が不明瞭になるため、接動法という段階的な近似手法が考案され、場の量子論において広く応用されています。この手法は多くの場合に有用ですが、相互作用が強すぎる場合には、その限界も認識する必要があります。素粒子論の接動法を理解するために、山登りと波の干渉という2つのアナロジーが有用です。まず、山登りアナロジーでは、山の頂上を目指す登山者が最初に大まかなルートを計画しますが、実際に進むと小さな岩やくぼみなど予期せぬ障害に遭遇することがあります。ここで初期のルート計画が未接動状態に相当し、途中の小さな障害が接動として扱われます。登山者はこれらの障害に遭遇しながらも最適な道を見つけ出すように、物理学者たちは素粒子の理論的予測を修正していく過程を繰り返します。一方、波の干渉アナロジーでは、複数の波が重なり合うことで新しい波のパターンが形成される現象を考えます。この場合、単一の波は相互作用を無視した状態を表し、複数の波が重なることで発生する複雑なパターンが相互作用の影響を受けた状態を象徴しています。素粒子論における接動法は、このようにして初期の単純な波、未接動状態に相互作用、接動の影響を段階的に加えていくことで、より現実に即した状態を導き出します。これらのアナロジーは、接動法の基本的な考え方やプロセスを直感的に理解するのに役立ちます。しかし、実際の場の量子論における計算は非常に複雑であり、これらの簡単な比喩だけで全てを理解することはできません。より深い理解を得るためには、場の量子論の基礎的な知識や接動法自体の数学的な枠組みを学ぶことが必要です。これらのアナロジーは入門点として有用ですが、物理学のこの分野の複雑さと美しさを完全に把握するためには、さらなる学習と探究が求められます。場の量子論と接動法。場の量子論は、粒子の最も基本的な振る舞いと相互作用を説明するためのフレームワークです。この理論では、相互作用は通常小さな接動として扱われます。これは場の振る舞いを段階的に近似する方法で、相互作用が比較的小さい場合に特に有効です。基本的に、相互作用を一切含まない理想的な純粋な場の状態から出発し、そこに小さな相互作用を順次加えることで、より現実に近い状況を模索します。理想的な状態では、場は整然とした波として存在し、粒子のように振る舞います。しかし、実際には相互作用によってこの整然とした波は乱され、粒子の生成、消滅、変換が起こります。この複雑なプロセスを理解するために、量子電磁気学、QED などの理論が相互作用する場の振る舞いを精密に扱います。
接動法はこの複雑な相互作用を段階的に、そして系統的に扱うための強力なツールです。まず相互作用のない状態、つまり場が粒子のように整然とした波として振る舞う場合を考えます。この粒子をフェルミオンと呼びます。次に相互作用の効果を徐々に加えていきます。例えば電子と光子が相互作用する場合、このプロセスは電子と光子または光子同士の生成、消滅、変換を引き起こす可能性があります。 K の全体的な振る舞いは非相互作用の部分、通常は解析的に解けると小さな相互作用の修正、接動の和として表されます。例えば QED において電子と光子の相互作用を考える場合、基本的な相互作用はファインマン図、ファインマンダイアグラムを用いて表されます。この図は電子と光子がどのように相互作用し、光子が生成されたり吸収されたりするプロセスを表しています。最も単純なファインマン図は一次の接動、つまり最も単純な相互作用の一つである電子が光子を放出または吸収するプロセスです。最も単純なファインマン図は通常バーテックス図と呼ばれ、一つの頂点点で電子線と光子線が交わる形になります。これらの基本的な相互作用を起点として、より複雑なプロセス、例えば電子が光子を放出した後に別の光子を吸収するなども光子の接動として計算され、それぞれの確率や物理量が求めることができます。より複雑な相互作用はより多くの線やループを含む図で表され、これらは光子の接動に対応します。各光子の接動は基本的な相互作用に対する小さな修正として扱われ、全体の計算においてそれぞれの期を加算することでより正確な結果が得られます。しかしこの方法は常に適用可能なわけではありません。接動法は物理系の振る舞いを小さな変更や接動に分解して計算する方法です。この方法は相互作用が弱い時に最もうまく機能します。相互作用が特に強い場合やシステムが非常に複雑な場合には、接動法を使っても計算が正確に収束しないことがあります。つまり計算を続けても正確な答えに近づいていくとは限らず、代わりに答えが無限大に発散してしまうことがあるのです。繰り込み法は接動の次数に応じて相互作用の定数を補正し、発散する結果が収束するようにする技術です。この方法は場の量子論において非常に重要で、素粒子や宇宙の構造を理解するために不可欠なものとなっています。繰り込みについては後ほど詳しく解説します。以上のように場の量子論は相互作用を接動として扱うことで、場の量子論をより理解しやすくし計算可能な形で提供します。接動は K の振る舞いを小さな修正や変更に分解することです。基本的に場の量子論では非常に複雑な相互作用をより単純で扱いやすい小さな部分に分けて考えます。最も単純な相互作用、一次の接動から始め、徐々により複雑な相互作用、光子の接動を加えていきます。このステップバイステップのアプローチにより、理論物理学者は粒子の振る舞いや力の性質を計算し予測することができます。詳細な計算は複雑になるかもしれませんが、この原理は変わりません。場の量子論は場の相互作用を理解し、宇宙の基本的な力と粒子の振る舞いを説明するための重要なツールとなっています。量子電磁気学。量子電磁気学 QED の基本的な概念、特に電子、陽原子、光子間の相互作用と接動法について説明しています。QED ではこれらの粒子間の相互作用は主に6種類に分類されます。電子と陽原子の対生成と対消滅、およびこれらが光子を放出または吸収するプロセスです。これらの過程はファインマン図を用いて視覚化され、計算が容易になります。ファインマン図では電子と陽原子は実線で、光子は破線で表され、これらの線と矢印の組み合わせで相互作用を示します。しかしファインマン図は実際の物理現象そのものを表すのではなく、計算を補助するためのツールであり、時間的な順序を必ずしも示すものではありません。例えばあるファインマン図が電子が光子を放出するプロセスを表しているとします。
この図では電子の線が一点で分岐し、一方の線が放出される光子を表しています。しかし、この図は電子が実際にどのように動いて光子を放出するかを時間的な順序で示しているわけではありません。実際には量子力学的なプロセスは確率的であり、特定の時間軸に沿った明確なストーリーが存在するわけではないのです。さらに、ファインマン図は時間順序を逆転させるようなプロセスも表現できます。例えば、粒子が時間を遡って相互作用するといったプロセスも、ファインマン図ではただの一つの項として表されます。これは、場の量子論が基本的に時間に対して対象であるという事実を反映しています。しかし、これは実際に粒子が時間を遡行することを意味するわけではなく、単に計算上の技術として、このような表現を用いることがあるということです。時間逆行の表現が計算を容易にするのは、基本的に場の量子論の時間に対する対称性を利用して、様々な物理現象を一般化して扱うことができるからです。このアプローチは、負のエネルギー状態や反粒子の概念を自然に取り入れることができ、実際には存在しない時間を逆行する粒子というアイデアを用いて、実際に観測される粒子の振る舞いを効率的に計算することが可能になります。また、時間逆行の表現を使うことで、異なる粒子や相互作用に対しても、同じ計算フレームワークを適用することができ、計算手順を簡潔かつ標準化します。これらの点が合わさって、場の量子論における複雑な計算をより扱いやすくし、物理的な現象を理解しやすくしています。接動法では、相互作用が非常に小さいと仮定し、その効果を徐々に結果に加えていくことで、より複雑な相互作用を計算します。これにより、電子や光子のような粒子が、実際には存在しないが、計算上便利な仮想粒子として扱われることがあります。これらの仮想粒子は、粒子間の瞬間的な相互作用を表し、複雑な相互作用を理解しやすくします。例えば、2つの電子が接近し、相互作用する場面では、実際には電子と光子の場が複雑に絡み合います。そこで、接動法を用いることで、その相互作用を簡略化し、計算可能にします。このように、量子電磁気学では、微小な相互作用を段階的に積み重ねて、全体の像を描き出すことで、素粒子間の複雑な振る舞いを理解し、予測することができます。しかし、これらの方法や図式はあくまでモデルであり、実際の現象を完全に表すわけではないことを理解することが重要です。仮想粒子。接動法は複雑な物理現象を小さな変更の積み重ねとして考え、その変更だけを計算する方法です。例えば、地球の公転のような天体の運動を考える際、太陽の重力の小さな影響を段階的に計算していきます。この方法は場の量子論でも使われ、特に素粒子や複合粒子が相互作用する場合の周辺の場の複雑な変化を計算するために重宝されます。しかし、この計算では実際には存在しない仮想粒子が登場します。仮想粒子は実在する粒子と同様の性質を持ちますが、それは一時的なものであり、直接観測されたことはありません。この理由は、接動法で複雑な場の状態を計算する際に、素粒子が他の素粒子と瞬間的に相互作用する様子を仮想粒子を用いて表現するからです。例えば、電磁場の中で電子と陽子が相互作用する場合を計算する際には、この相互作用を仮想光子の交換として表現します。しかし、ファインマン図などの視覚的表現は、しばしば仮想粒子を実在するかのように誤解される原因となります。接動法による計算は、実験結果とよく一致するため、仮想粒子が実際に存在すると誤解されることもあります。だからといって、仮想粒子が実在するわけではなく、それはあくまで計算上の便宜であり、実際の物理的実体を持つわけではありません。接動法は近似計算法であり、その計算過程で現れる仮想粒子もまた近似的な概念です。接動法は特にコンピュータシミュレーションが難しい複雑な現象を理解するための強力なツールですが、その限界と適用範囲を理解し、過度な解釈を避けることが大切です。この方法の理解と正しい解釈のためには、
計算手法の概要から図式的表現、適用事例、そしてその限界点までを丁寧に説明することが重要です。1970年以前の素粒子論では、素粒子とか総粒子は現実の粒子として扱われることが一般的でした。しかし、場の量子論の発展に伴い、この見解は大きく変わりました。場の量子論は、物質やエネルギーを場の振動として表現する理論です。この理論において、素粒子は仮想粒子と明確に区別され、仮想粒子は現実に存在する粒子ではなく、あくまで接動法という、近似的な計算の途中で出てくる、一時的なものと理解されるようになりました。特に真空中での仮想粒子と、反粒子の対生成、対消滅は、物理的実体を持つ現象ではなく、場の小さな揺らぎを、接動法で計算する際に、式上で現れるものなのです。ファインマン図によって、視覚化されることが多い仮想粒子ですが、これらの図は、実際に存在する粒子を示しているわけではなく、計算の過程を表現したものです。接動法による計算の精度が高いため、仮想粒子が実在すると信じる人もいますが、これは誤解です。ただし、相互作用が十分小さい場合、例えば、光電効果のように、仮想粒子は現実の波と似た振る舞いをすることがあります。しかしこれも、あくまで数学的な近似であり、実体的な存在ではありません。要するに、仮想粒子は数学的な虚構であり、実在するものではないのです。この点を理解するには、場の量子論の体系的位置づけを踏まえた上で、仮想粒子の本質を丁寧に解説することが重要です。接動法とその適用範囲、そして仮想粒子の意味を理解することは、場の量子論を理解する上で不可欠な要素です。有効理論と繰り込み。初期の場の量子論は、計算上の問題、特に無限に大きな値が現れるという発散問題を抱えており、これが実用的な理論としての適用に疑問を投げかけていました。しかし、有効理論と繰り込みという概念の導入によって、これらの問題は大きく克服され、場の量子論は素粒子物理学の基礎理論として、確固たる地位を確立しました。有効理論は、特定のエネルギースケールや条件下で観測される物理現象を簡略化して、理解するための手法です。物理法則をすべて詳細に扱うことは複雑で難しいため、最も重要な効果のみを抽出して研究することで、理解を深め、新たな発見につなげます。日常生活での物体の動きを説明するニュートンの運動法則は古典力学という有効理論の一例です。高速や大質量の物体には相対性理論や量子力学といった基本的な理論が適用されますが、日常的な速度や質量では、ニュートンの法則が十分機能します。低エネルギー領域での電子と陽子の相互作用は、その細かい構造を無視できるため、古典的な電磁気学で十分記述が可能です。有効理論は、ここで電子と陽子を質点として扱い、電磁気力としての相互作用を表現します。これは、低エネルギー領域における相互作用を十分に説明するために用いられます。しかし、高エネルギー領域では、電子や陽子の細かい構造が重要となり、量子力学的な効果が無視できなくなります。この場合、量子電磁気学を含む、より精密な理論が必要になり、相互作用は、量子電磁気力として記述されます。有効理論は、ここでエネルギースケールに応じた、適切な自由度、粒子や場のみを取り入れ、それ以外の効果は、無視して、物理現象のエネルギースケール依存性を、効率的に記述します。有効理論は物理学の多様な分野で応用されており、原子物理学での原子や分子の構造や性質の記述、素粒子物理学での高エネルギー、粒子衝突の現象記述など、多くの場面でその力を発揮しています。これらの理論は物理現象を理解し、新しい現象の発見に役立っています。つまり、有効理論は、特定のエネルギースケールや状況下で、最も重要な効果を抽出し、簡略化されたモデルを用いて、物理現象を効率的に記述するための、強力なツールです。これにより、複雑な系の効率的な取り扱いが可能となり、物理学の理解を深め、新たな発見へとつながるのです。
繰り込みは理論物理学において無限大という数学的問題を処理し、物理的に意味のある有限の結果を得るために使用される手法です。理論計算では無限大の値がしばしば出現しますが、実際の物理世界ではこのような無限大は存在しません。繰り込みはこれら無限大の奇を適切に処理し、実験データに基づいて理論を調整することで、量子力学や量子場理論などの理論から実験結果と密接に関連する精密な予測を導き出します。このプロセスでは、まず高エネルギー領域での場の量子論の計算を行い、無限大に発散する部分を特定します。その後、この発散部分を取り除き、低エネルギー領域での観測可能な物理量に関連付けることで、パラメータを再定義します。再定義されたパラメータを用いて、低エネルギー領域での計算を行うことで、物理的に意味のある有限の結果を得ることができます。繰り込みの背後にある根本的な考え方は、物理現象が異なるエネルギースケールで異なる性質を持つということです。あるエネルギースケールで有効な理論の計算結果が、より高いエネルギースケールで有効な理論の計算結果に前進するという原理です。これは物理現象のエネルギースケール依存性を理解し、理論の有効範囲を拡大するために重要です。量子電磁力学 QED での繰り込みの適用例では、電子と電磁場の相互作用の計算で電子の質量や電荷が無限大に発散する問題があります。繰り込みを用いることで、これらの物理量は無限大に発散するのではなく、実験値に近い有限な値を持つことが示され、理論と実験結果が一致するようになります。繰り込みは量子電磁力学 QED などの場の量子論において、理論計算が生じる無限大の問題を処理し、物理的に意味のある有限の結果を導き出すための重要な手法です。理論上の計算では、電子の質量や電荷などの物理量が無限大になることがありますが、これは電子が自ら生成する無限に強い電磁場の影響を受けるという数学的結果に基づいています。この無限大の結果は現実世界には存在せず、実際の観測と一致する有限の値を得るために繰り込みが必要です。繰り込みでは、理論上計算される無限大の値、裸の質量や裸の電荷を、観測される値、物理的な質量や物理的な電荷に置き換えます。これにより理論計算が実験結果と一致するように調整され、QED などの理論が非常に正確な予測を行うことが可能になります。繰り込みは高エネルギー領域での場の量子論の計算を行い、無限大の発散部分を特定した後、それを取り除き、低エネルギー領域の物理量に関連付けてパラメータを再定義します。再定義されたパラメータを用いて、低エネルギー領域での計算を行うことで、物理的に意味のある有限の結果を得ます。繰り込みの根底にある考え方は、物理現象がエネルギースケールに応じて異なる性質を持つというものです。あるエネルギースケールで有効な理論の計算結果が、より高いエネルギースケールで有効な理論の計算結果に前進するという原理です。これにより理論の有効範囲が拡大され、物理現象のエネルギースケール依存性を正確に記述できるようになります。量子電磁力学での繰り込みの具体的な適用例では、電子と光子の相互作用を考える際、電子の質量や電荷が無限大に発散してしまう問題があります。この問題は、電子が自分自身と相互作用する仮想的な電子、陽原子の対生成対消滅過程に起因しています。繰り込みを適用することで、これらの物理量は無限大に発散するのではなく、実験値に近い有限な値を持つことが示され、理論と実験結果が一致するようになります。繰り込みは量子電磁力学に限らず、他の場の量子論でも用いられる重要な手法です。理論計算から生じる無限大の項を除去し、実験結果と一致する有限の結果を導き出すために不可欠です。これにより場の量子論は、物理学の理解を深め、新しい現象の発見に役立つ強力なツールとして発展しています。繰り込みは原子物理学や素粒子物理学など物理学の多様な分野で使用されています。特に高エネルギー領域での粒子の細かい構造が重要になるような場面で、粒子のエネルギースケール依存性を記述するために役立ちます。
これにより様々な物理現象を正確に説明し、物理学の理解を深め、新しい現象の発見に貢献する強力なツールとなっています。繰り込みは理論から発生する無限大の項を除去し、実験結果と一致する有限の結果を導出するための重要な原理であり、場の量子論の発展に不可欠な役割を果たしています。これらの手法によって、初期の場の量子論が直面していた発散や計算限界といった問題が克服され、場の量子論は精度の高い予測を可能にし、素粒子論の基礎理論として広く受け入れられるようになりました。有効理論は複雑な物理現象を特定のエネルギースケールで簡略化し、理解しやすくするための手法です。例えば、量子色力学 QCD は強い相互作用を記述する理論ですが、低エネルギーでのハドロンの振る舞いは非常に複雑です。ここで有効理論であるクォーク模型が役立ち、ハドロンの性質をより単純な形で説明し、素粒子物理学の理解を深めました。また、一般相対性理論は低エネルギーでの重力をうまく説明しますが、高エネルギー領域での量子効果を扱うためには、有効理論が使用され、理論の一貫性を保ちながら、新たな現象に対処できるようになります。一方、繰り込みは理論計算で発生する無限大の問題を取り除き、物理的に意味のある有限の結果を得るための方法です。量子電磁力学 QED では電子と光子の相互作用を扱いますが、計算上電子の質量や電荷が無限大になるという問題が発生します。繰り込みによってこれらの無限大の値を実験値に基づいた有限の値に置き換えることで、QED は粒子の相互作用を極めて正確に予測できるようになりました。同様に標準模型では、繰り込みによって強い弱い電磁の相互作用を記述する計算が可能となり、 W ボソンや Z ボソンの質量など多くの実験結果と一致する予測が行われています。これらの成功事例から、有効理論と繰り込みは理論物理学の理解を深め、新しい現象の発見に不可欠なツールであることがわかります。複雑な物理現象を理解しやすく簡略化する有効理論と、理論計算の無限大の問題を克服する繰り込みは物理学の様々な分野で使われており、現代物理学の発展に大きく寄与しています。標準模型の限界。素粒子標準模型は1970年代に提唱された後、多くの実験結果とよく一致し、素粒子物理学において最も成功した理論の一つとされています。このモデルは強い相互作用、弱い相互作用、電磁相互作用といった3つの基本的な力を統一的に記述し、素粒子の振る舞いを理解するための枠組みを提供します。しかし、いくつかの重要な限界も指摘されています。第一に、標準模型は重力を含んでいません。重力は自然界の4つの基本的な力のうちの1つですが、標準模型ではこれを統合する方法がありません。このため、量子重力理論への道は未だ開かれておらず、重力と他の力との統一は現代物理学の大きな課題の1つです。第2に、標準模型は宇宙の観測結果から推測される暗黒物質や暗黒エネルギーなどの現象を説明できません。これらは宇宙の総質量、エネルギーの大部分を占めるとされていますが、標準模型の粒子だけではその存在を説明できないのです。さらに、物質と反物質の非対称性、ニュートリノの質量、ヒッグス粒子の質量など、標準模型では完全には説明されていない現象も存在します。例えば、ニュートリノは標準模型では質量がゼロと仮定されていましたが、実際には質量を持っていることが観測されています。またヒッグス粒子の質量は理論的に予測される値よりも小さく、この矛盾を解決する方法はまだ確立されていません。これらの問題を克服するために、超対称性理論や弦理論などの様々な拡張理論や新しいアプローチが提案されています。超対称性理論は、標準模型の粒子と対称性を持つ新しい粒子が存在すると考え、重力を含む4つの力を統一的に記述する可能性があります。一方、弦理論は素粒子を振動する1次元の弦として表現し、全ての力を統一的に説明する枠組みを提供します。これらの理論はまだ完全には検証されていませんが、
標準模型を超える新しい物理法則の発見へとつながる可能性を秘めています。つまり素粒子標準模型は多くの物理現象を的確に記述する強力な理論ですが、重力の統合、暗黒物質や暗黒エネルギーの説明、ヒッグス粒子の質量問題などいくつかの重要な限界も抱えています。これらの問題に取り組むために物理学者は様々な新しい理論やアプローチを探求しています。今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価をしていただけると励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。